皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。インターホン。ある蒸し暑い夏の夕暮れ時、俺は2階で昼寝をしていた。誰か来たようだ。俺以外家には誰もいないし、めんどくさいので無視して寝ていた。それからしばらく一定のリズムをつけつつ鳴り続けるチャイム。なんだよしつこいな。一体誰が来たんだ。2階の俺の部屋から玄関をそっと見ると、白っぽい服を着た40歳ぐらいのおばさんが、麦わら帽子をかぶったお揃いの白い服を着た女の子を連れてチャイムを押しているようだ。最近流行りの子連れ宗教勧誘か。まったくめんどくさいな。とりあえず出てやるかと思い、下に降りて玄関を開けると誰もいない。なんだよ、もう行ったのか。せっかく出てやったのに。もう一回寝ようと再び2階の自分の部屋で横になった。すると また鳴った。窓から見るとまたあの親子だ。何なんだよ一体。俺は半分切れ気味で下へ駆け降りた。その間もずっと一定のリズムで鳴り続けるチャイム。玄関のドアをバーンと開けて怒鳴りつけようとして、誰もいない。ドアを開ける直前まで確かに鳴っていたのに。隠れる場所なんてどこにもないし、どんなに足が速くても一本道の突き当たりにある家から見えなくなるはずがない。しばらくポカーンとその場に立っていると、目の前のインターホンに誰もいないのにチャイムが鳴り響いた。俺はダッシュで家に入り鍵を閉め、部屋のカーテンを閉めて布団に入って震え続けた。それからしばらくチャイムは鳴り続けた。もう一回窓から玄関を見下ろすことはどうしてもできなかった。次の日の朝、親に叩き起こされた。あんたに手紙。女の人からみたいよ。ニヤニヤしている。新聞を取りに行って見つけたらしい。白い封筒に名前は書いていない。なんでこれで女ってわかるんだよ。とりあえず開けてみると綺麗な文字で、何かがあなたの家へ入ろうとしていますとだけ書いてあった。はい、インターホンっていうお話でしたけど、はい、いや今回から効果音導入ですか。はい、あ、いや前もつけたことあるよ。あ、そうなんですか、うん、ピンポン。分かりやすいやつはつけようかなっていう、うん、この音がもう怖いっすわ。うん、確かにね、一定のリズムだし、うん、ようなるし、うん、想像しやすい。いやこれ単純にさ、はい、なんかあなたの家に変なのが来てますみたいな手紙だったじゃん、はい、え、お前じゃねえのみたいなさ。だし、うん、もうこの窓開けたりしてるんで、うんうんうん、入れてるでしょ。ああまあね、ありません、うん、ただ脅したいだけの霊的なことですか。まあでもさ、親切心なのかね、うんうんうん、いやこの人は何、霊能者みたいな感じで、あ、その最後手紙を届けた人、うん、このじゃあ2人
2人この親子が、うん、そのピンポン鳴らしとった理由が、はい、変なのが入ってくるって伝えたいもんでだったら、はい、で伝言でその手紙を入れてったみたいな感じなのかなって俺は思ったの、はい、あ、うん、はい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 。でも なんていうのか、いや親切心じゃん、うん、一応、はい、だけどなんかさ伝え方がやっぱちょっと下手くそ、うん、あの恋愛と一緒っすね、うん、なんて言ったらいいのかな。なんか例えばだよ、例えばなんかさ、はい、じゃあ霊能者さんと、はい、じゃあ俺が霊能者で、はい、例えばケースケと街歩いててさ、はい、で前から来る何人組かにさ、はい、変なのがついてて、はい、あなた、あ、これこの幽霊をがさ、なんかこいつら事故らしてやろうみたいなことを考えてたとして、うんうん、ですれ違って俺がそれ分かったとして、はい、ちょっとなんか待ってくださいみたいな感じで、うん、声かけれるかなっていう。でもこのなんていうインターホン鳴らして、うんうんうん、その説が正しかったとして、うんうん、インターホン鳴らしてその警告だけするぐらいならば、うん、すいませんって言って言うのと、あ、まあね、あんまやること変わらんじゃないですか、うん、だったら絶対伝えた方が、あ、まあそうだよね。でもそれができなかったら無視するはず。なんかもっと本当にすげえのだったら、うん、ドンドンドンって言って、はい、すいませんすいませんって言って声かけれるじゃん。なんかねこの人がこの女の人と親子この親子が悪いものなのかなっていう、はい、僕がこれを読んで思ったのは、うん、この何かがあなたの家に入ろうとしてますって言ってるのは別の人なんですよ、うん、あ、第三者でしょ。第三者、うんうんうん、で、あの親子の40代の女性と、うんうんうん、女の子が悪い例で、うん、でそれを夜な夜なピンポン押す例だったんですけど、うん、それを朝方、あ、なるほど、ね、隣人にこういうのが見える人がおって、うん、その封筒だけは、うん、その第三者が入れて、うんうんうん、誰かが入ろうとしてるよって、うんうん、っていう警告のお話なんだろうなとは思ったんですけど、うんうんうん、だとしても最初にも言ったっすけど、うん、窓開けてるし、うん、入れてるはずだし、うん、であとお母さんが、うん、女の人からみたいだよって言われた意味も分かんないですよね、うんうん、まあ本人も言ってるけどね、なんで分かるのかなっていう、うん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 、なんか可愛かったのかな封筒が、便箋がでも真っ白です、うん、そうだよね、真っ白、あれかな、止めてあるところに髪の毛がついてたのかな長いかなんかめっちゃデコのさ、はいはいはい、マスキングテープみたいなので止めてあったのかノリじゃなくて、うんうん、それか、まあお母さんは合ってるかもしれんですよね。あ、そうだね、そう、見つけたって言ってるけど、うんうんうん、実はこう手渡しされとって、うん、か入れるところを見たかもしれない見たか、うん、で女の人だよっつって、まあ、でもそれにしてもな、この霊が入ってこないのがちょっと納得いかんくなっちゃうじゃないですか、うん、何回もだってもう目の前で、まあ、結界的なもんがあるのかもしれない、あ、家の中に、うん、で簡単には入れなくて窓が開いてても、それが崩れれんもんで、うん、ピンポンダッシュっていう嫌がらせをずっとしてるみたいな、うん、っていうよりかはその開けて、はい、自分たちが中にいる人が開けたらその結界が崩れるみたいな、あ、開けてますよこの、あ、そうだね、うん、その時たまたまおらんくてたまたまおらんかったでも閉めてすぐピンポンまた鳴りますよ、うんうんうん、あ、逃したみたいな、ちょっと今ちょっと見てなかったみたいな、もう一回もう一回つって、うん、スイッチやってたわみたいな親子で親子で、あ、しまったって今間のにってバカでしょこのね中で大きいテレビでスイッチやりたかったのにであんま出てきてくれないから、うん、先やっちゃってモンハンモンハンモンハンスイッチ2つないとできないいやまあまあなんかなんだろう、後味が悪いじゃないけど、うんうんうん、ちょっとなんか腑に落ちないところが俺は面白いなと思って、うんうん、そうですね、逆にそれが、うん、俺は完全にただのいたずら好き例であってほしいです。あ、まあね、うん、親子揃っていたずら好きの例で、うんうんうん、ただビビらせたいだけなんですよ、うんうん、そのターゲットの主人公たちを、うんうんうん、なんでピンポン押して開けても入ってこんし、うん、ただ姿は見えてないから、こう見えてない側で俺来た来た来たってやってんすよ外でなるほどね。で自作自演で、うん、お母さんには見えてるのはなんとなく分かってるから、うん、かまあ家の中から見えるのかな、入れる瞬間とか封筒っていうのをあえてお母さんに見えるようにバッて入れて、女のそのお母さんの方が、はい、お母さんのっていうかおばさんの例の方がバッて入れて、うん、お母さんもうわ女の人が手紙入れたって思うところもこっちに伝わるようにして、うん、常ただビビらせたいだけの例、うん、
でその反応を見て楽しんでる。なるほどね。霊なのかね。霊じゃないですか。うん、まあまあでも親子は隠れてれば、うん、ね、大丈夫そうね、うんうん。窓開けた時おらんかったっつっても、うん、隠れてれば全然霊じゃないのかな。うん、ちょっとなんか年明け一発目じゃん。はい、収録が、はい、あ、まあ生放送やったけど。はい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 。このちゃんとこうやって対面するのも結構久々っちゃ久々じゃん。そうですね。あのひげ生やしたの？いや、あごひげ。あごひげずっと生えてます。ずっと生えてますよ。ずっと生えてた。はい。ずっと生えてますよ。ずっと生えてた。ずっと生えてます。生まれた時から？うわうぜえ。どううぜえ。悔しいよなんか。違う、生まれた時は。本当に生えてた？生放送の時も生えてた？生えてたっす。あ、マジっすか？はい。あ、ケイスケひげ生やしたんだとちょっと思って。いやもう多分ね7年ぐらいずっとあごひげありますよ。あ、マジで、はい、そんなある？そんなあります。あ、ちょっとなんかさ、ひげ剃るとケイスケ幼いじゃん顔。はい、だいぶね。ちょっと幼い顔も見たいっすね。見たいっす、うん、トモくんが、うん、え、そんなに生えてたっけ？はい、そんなに生えておったっす。へえ。で今この上の方とかも武将ひげみたいなの生えてきちゃってるから、うん、余計、うん、ひげ生えてたイメージなかったわ。マジっすか？うん、もうずっとあごひげキャラですよ生まれた時から。うぜえ。生まれた時は生えてなかったっす。 3000g。 覚えてねえっす。そのうちの何グラムかはひげだったっす。もうこの子ひげ生えてるみたいな。取り出した瞬間これあれですよ、トモくんってパーマかけてましたっけって言ってるのと同じぐらいのレベルっす。ああ、そうか、はい、あ、いかにケイスケの顔を見てなかったかってことか ね、 そうなんですよね。確かに、うん、だからこうやって見合うのなんて久しぶりっすもんね。久しぶり久しぶり本当に。で基本助手席僕、うん、運転席トモくんの並びが多いですもんね、うん、木村さんのラーメン屋もカウンターだし。そうだね、はい、あ、そうだね、はい、あんま向かい合うことないないね、ないね。確かに。どうぞ よろしくお願いします。そんな日に限ってトモくんが初めてスウェット姿っていう。今日ね、うん、初めて見た俺から。スウェットなんですよね。いつもねちょっと気使う人だから人に会うとき結構ちゃんとするじゃないですか。いや今日ねちょっとこれにも理由があって、はい、今日体調が悪くて、はあ、どこにも出てないんですよね。いや僕も、うん、年明けてからここ何日間か、うん、ずっと風邪気味だったっす。なんかちょっといつもより鼻声じゃないですか。うん、分からん、いつも鼻声だね。生まれてから。やばい、トモくん、トモくん、一発目からやべえ脱線の仕方。日常会話してますけど。いいっす、とりあえずは。もう終わろうかな、じゃあ。この話は、うん、謎が多いお話で、うん、謎のままでいいと思います、うん、ずっと言ってる。生まれた時から。あ、それ俺言いたかった。俺言いたかった。遅い。すいません、瞬発力がなまってるっす。、うん、ということで、はい、すいませんでした。一発目から。一発目から。まあ一発目になるかどうか分かんないけど、ね、うん、そうですね、うん、収録一本目、収録一本目、一本目、うん、から、うん、じゃあ皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。牛蜜時。学生時代、新聞配達のアルバイトをしていた時の話。私の担当地区は大阪某所の閑静な住宅街で、そこから少し離れた場所にある大きめの神社の神主さん宅にも配達をしていました。配達にも慣れた秋の終わり頃、午前2時、いつものようにその神社の鳥居の前に配達用の自転車を止めて、参道のそばの林を抜けて神社の傍らにある神主の家に配達し、来た道を戻っていると、林の奥の方に白い人影のようなものが見えました。一瞬ドキッとして硬直しましたが、
当時からオカルト好きな私は、ああこれは噂に聞く牛の国参りかなと思い、恐怖より好奇心が勝り、私は身を低くして暗い林の中を木に隠れながら、人影から20メートルほどの距離まで近づき、太めの木の影からそっと覗くと、性別や顔は分かりませんでしたが、白っぽい服装で痩せ気味の人影が見えました。がっがっがっ、規則的に、しかし力のこもった木槌の乾いた音は鈍く響いています。これは本物だ、そう思い、私は気づかれないようそっとその場を離れ、そのまま配達をして帰宅しました。その日の夕暮れ、夕刊の配達の際に神主さんに出くわし、そのことを話して例の場所に案内しました。するとそこには錆びた五寸釘が無数に打ち込まれた木があり、何度も釘を打ち込まれボロボロになった木の根元には藁が散らばっていました。肝心の藁人形はありませんでしたが、神主さんは木と私にそれぞれお祓いのような所作をして、私を鳥居の方まで送ってくれました。途中私が潜んでいた木のそばを通ったので見てみると、隠れていた場所のちょうど眉間と同じ高さに真新しい釘が藁人形とともに釘の根元まで打ち込まれていました。それ以来私は神社への配達時間を日ごとに変え、朝刊は鳥居のそばに袋に入れて配達しました。それから何度か新聞がバラバラに引き裂かれていたと神主さんは言っていました。きっと動物の仕業ですよね。はい、牛蜜時というお話でしたけど、はいはいはい、牛蜜時って何時か分かります、はい、正確に牛蜜時は分かりますよ。分かりますか。さすがに分かりますよ。一回ねゆるカルの方でやったんですけど、やってましたからね。はい、はい、ね、牛虎うたつみって、あの十二支の、はい、あれを時間にやって当てはめてっていう話ですよね、うん、はい、そうです。ほんでねが11時から始まるんですよね、うん、そうなんですよ、ねの時が、はい、なのですごいね牛なんで、うん、1時から3時の間でしょ、うん、はい、でその間で3つ1、2、3、4で分けて、はい、三つ時だから、はい、2時から2時半じゃないですか。そうなんですよ。やった正解、すごい。さっき復習したんで、はい、そうですね、はい、まあそういう牛蜜時が2時から2時半のことなんですけど、はい、朝刊にしては早いなと思ったんですよ。思ったっすよね。思ったっす。いやそんなもんなんですかね、その密集地とかそういうので変わるのかもしれないですけど、うんうんうん、あとあのバイクじゃないとか自転車とかでまた変わるのかもしれないですけど、地域によって違うのかもしれない。その印刷所から近いところはもっと早いかもしれない。あ、そうですね、この辺だとどう、4時ぐらい、3時か4時ぐらい、3時半ぐらいに開始して4時ぐらいに配ってるイメージでしたよ ね。だからやっぱりその印刷所からこうさ近いところはもっと早くから配っちゃうんじゃないの。まあ別に何時でもっていう感じですもんね。朝6時ぐらいまでにあれば、そう朝5時ぐらいかまでにあれば、うん、まあ別に、まあ、読む人は、うんうん、あこれ、うん、あの投稿してくれた、そう、ね、サイトにね、そうサイトに、僕らのサイトに投稿してくれたんですよね。カピバラじゃなくて、スペアリブの、スペアリブのアバラカウルビさんから、ありがとうございます、はい、
すごい名前ですね。前鶏胸肉何百グラムさんもいましたよ。いましたね。あのお友達ちゃんが言ったでしょ。え、そうなんですか。あれ違ったっけな。なんかお友達鶏胸肉さんから紹介されてっていう方もいましたね。そう。確かその方だった気がするけどな。違ったらあれだけど。スペアリブ好きですよ。僕。スペアリブ好きですか。はい。木村さんのところも言ったらね、スペアリブみたいな感じですもんね。トロトロ軟骨が。まあそうだね。うん、スペアリブの場合は完全に骨だもんね。そうですね、うん、がっつりトロトロに煮込んだスペアリブはあんまなんですよね。がっつりあの焼肉系のスペアリブが好きっす。え、トロトロに煮込んだスペアリブもあるんですよ。そうか。その場合骨はどうなってる。軟骨は柔らかくも食べれちゃいますね。 あの硬い部分が、硬い部分は、うん、残ったまま、残ったまんまだったりもしますね。はあ。だいたいさ、なんか最近じゃないか、ちょっと前になんか伝説のスペアリブっていうのをあって、駅の西側のお店で、はい、あ、知ってるかも。本当、はい、なんかそこで食べたスペアリブは、はい、一旦多分あれ茹でてあるんだろうね。うーん、一旦茹でると多分骨離れが良くなって、あ、でお肉も柔らかくなるし、ね、それを炙るみたいな、表面味付けて炙るみたいな、多分だよ、なんかそんな感じがして、うん、なんかあんその肉自体のうまみがさ、うん、なんか抜けちゃってるような、なんかもう肉汁がもう多分煮汁にあふれ出して出ちゃってるような味だったからさ、うん、伝説ってなんかもっと肉肉しい感じイメージしてたけど、うん、なんかあんま肉の味しないなみたいな、ちょっと悲しかった思い出を今思い出しました。はい、やっぱそうだった。鶏胸肉 500g さんから。あ、鶏胸肉 500g さんからのご紹介ですね。紹介で。ありがとうございます。ありがとうございます。肉つながりですね。そうですね。はい。肉食男子だね。ああですね、うん。カルビ好きですよ僕も。ね、美味しいよね。鶏胸肉も好きですし。美味しいよね。はい。うん、で新聞配達なんですよ。うん、でこの話の、うん、まあ、怖いなと思ったところは、うんうんうん、まあ、牛の国参りの話ってまあまああるじゃないですか。で、でもちょっとこの話が怖いなと思ったのは、うん、自分が隠れてた木のところに、うん、ちょうど眉間あたりにその新しい藁人形があったっていう、打ち込まれてたっていうところが、うん、だから、まあ、まあバレてたというか。そうですね、うん、知ってんだぞって、うんうんうん、お前がここにいたのは知ってんだぞみたいな、うん、なんか気づいた時に油汗が出てくるような、そう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 、うん、あ、バレてたんだみたいな、なんかそういう怖さがちょっと新しいなと思ったんで、うんうん、採用ってなりました。あ、さすがです。木村さんの心をぐっと掴むような話だったっていうことですね。はい、そこが良かったです。はい、うん、実際そうなったら怖いよ。今までこう見てたと思ったものが実は見られてたっていう瞬間やっぱ怖いじゃないですか。うん、怖いですね。うん、まあ、配達時間ずらすのも分かるし、うん、会っちゃうとね、うんうん、まあ、最後はねその動物に、うん、動物だったのかななんて言ってますけど、うん、お前だぞっていう警告っすよね。お前もこうなる運命だぞみたいなね、うん、バラバラにしてみたいなさ、うん、いやいい話だなと思って、うん、人コアですね。人コアですね。うん、まあ、ちょっと呪い系も含んだ人コアですね。はい。そこまでしてなんか呪いたいっていう、なんか自分がもしその分までして呪いたいと思っても、うん、ちょっと面倒くささの方が打ち勝ちそうな。いや、あと、うん、この神社には。うん、その神主さんが住んでる家があるにもかかわらず、うんうんうん、その境内でそれを行ってるっていうのが、うん、いやなんかすごいなって、うん、確かに目撃もされてそうっすよね。音がするとかさ、うん、神主さんもなんか知ってそうな、うん、だけどまあちょっと気が触れちゃってるからみたいな感じで、ああそういうことなのかな、うん、まあ、やらしてあげようかみたいなみたいな、うん、広い心で広い心で。でもこの神社にそういう評判はあったんですかね。あそこで行われてるよみたいな。しかしたら、うん、ああまあでも出るだろうね、うん、そういう噂は、うん、
なるかもしれないですよね。なんかうちの近くの神社にも、まあ、森山の上に立ってるんで森があるんですけど、はい、その、まあ、山っていうか丘っすね、うんうんうん、なんですけど、うん、なんかまあ森みたいになってるんですよ、うん、そこにもねやっぱり1個あったんです、1回あったっす。へえ、そんなに、まあ、その一時はなんかすげえ噂になったっすけど、うんうんうん、そんなに大事件にもなってないし、むしろその神社が燃えるっていうね、そっちの方が、はい、すごいね。うん、え、もういや今ないの？あ、あります、あります、新しくなってます。へえ、そうなんだ、うん。そんな事件があった。うん、あったっす。はあ、牛の国前にね。なんか前友がね。うん、牛の国参りにまつわる怖い話してましたけど、あったっす、ねえ、うん、あれは二十歳を迎える前のことでした、うん、的な、うん、なんか前なんかのエピソードで話したよね。ね、これ一回も出してないです多分。あ、そうなの？あ、じゃあまた、いや生放送の時にちょろっと言ったぐらいかな。あ、それぐらいか、うん、出したかもしれない、その覚えてないですもん。2017年のこと大体覚えてないんで。そうだね。うん、まあ、ちょっとね、うん、機会があったらまたね、そう、またの機会、あの牛の国参りにまつわるちょっと怖い話。怖い話よね。はい、うん、まあ、あれもなかなかすごかったっすよ。なかなかすごいよね。だけどこの前その霊能者さんに会って聞いたんですけど、はいはいはい、ちょっと面白いなと思った話もあって、はいはい、またちょっとその時に言いますね。なんだその振り、 なんて言ったらいいですかね。なんだその振り。いや、なんかその簡単に簡潔に言うと、はい、牛の国参りをしている幽霊を見たんですよ。おお、なるほど、はい、はい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 。で、はい、まあもうそれは幽霊だったんですけど、はいはい、だけど音がしてたんですよ、物理的に、うんうんうん、カーンカーンって、うんうん、木槌じゃなくて金槌だったと思うんですけど多分、うんうんうん、でその音も出せるもんなんですかって言ったら、うんうん、その釘とか木、うん、木が覚えてる音みたいな、うん、その木の記憶の音なんじゃないって言われて、うん、なるほど、うん、なんかうちよくドアが開くっていう音がするって一人でいた時に言ってたじゃないですか、うんうん、あれもドアの記憶なんじゃないっていう、うん、言ってて、あ、そういうことがあるんですねっていう、なんかすごいいろいろ今結びついたというか、うん、よくあるのがやっぱ石、うん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 、あ、石はね、うん、すごいって言ってましたよ、木よりもすごいっていう、そういう記憶とか記憶力が、その受験生みたいな、朽ちるものじゃないじゃないですか石って。あ、そうだ、ね、ずっとあるじゃないですか、だからその蓄積された記憶もすごいって、うん、ああ、やっぱそうなんだ、はあ、ね、その昔話とかでもさ、うんうんうん、なんかよくあるじゃん、まあ、何、赤ちゃんの鳴き声がするとかさ。あ、はいはいはい、ありますね、ありますね、ね、だからそういうことなんだね、うん、記憶するものなんだね、うん、らしいですよ。そこに意思はあるのかな。あ、今のはギャグじゃないよ。意思に、うん、意思が、うん、あるのかとっていう、うんうん、まあ意思と言わずにその記憶にはそう、うん、だって今聞かせようと思ったわけでしょ、友が行った時にそのさ、うん、カンカンって鳴ったってことは、はい、今聞かせようと思ったってことじゃない、はい、あ、それはなんか幽霊に呼び起こされた記憶なのかもしれないけど、ね、まあ、その赤子の鳴き声がする石にしてもさ、うんうん、だけどなんかその霊能者さん曰く、はい、まあ、日常よく使うものっていうか、その同じ行動を繰り返すものじゃないと、はい、そういう音が記憶されないらしくて、あ、だから石とかはね、やっぱり歴史がすごい長いんで、うんうんうん、あるかもしれないですね。うん、だからドアも日常ずっと使うじゃないですか、使うなもんで覚えてるみたいな、だからその秘密時、その話を聞いた時に、うんうん、うわ、じゃあずっとやってたんだみたいな、やっぱりそこで昔から行われてたと、うんうん、さすがあの京都の有名なね、発祥のうちの神社なんですけど、なるほど、それは面白いね、うん、記憶しているっていうね、うん、面白かったですね、ありそうだもんな、うん、なんかちょっと例えは下手ですけど、うん、あのブラウンか液晶もそうかな、うん、同じ映像をずっと出し続けてると、うん、焼けるよ、焼ける、焼けるじゃないですか、うん、あんな感じなのかなみたいな、あ、うん、液晶焼け、画面焼け、はいはいはい、って言いますか、なんかよく防犯カメラとかでなっちゃう、うんうんうん、んですけど、うんうんうん、なるほどね、うん、あ、面白いねそれは、うんうん、音
音、でも音がするってことはさ、うん、空気が振動してるってことじゃん、うんうんうん、それがいやでもひょっとしたら直接そう脳内に、うん、直接来たのかなって今思うと、うん、その4人か5人ぐらいだったんですけど、うん、全員聞いてるんで、うんうんうん、なんかそのみんなの脳内にリンクしてみたいなのがあるかもしれないですね、うん、でも振動させるぐらいのことはできるのかな、空気を振動させるぐらいのことは、うん、あ、それで、はい、聞いたんですよ。それは声として聞こえる、はい、耳で聞くんですかって。あ、はいはいはい。脳内で聞く場合もあるし、はい、耳で聞こえる場合もある。あ、なるほど。で、うん、耳で聞こえると確信に変わるって言ってました。あ、じゃあそれは、うん、本当に発してるんだなみたいな。聞いてる本人は違いが分かるってことだね。うん、なんかその幽霊によって違うらしいんですけど、聞こえ方が。うん、あ、これは今脳内で鳴ってる音だって分かるってことよ、ね、分かるらしいですよ、面白いですよね、面白い、そうなんだ、うん、ほー、じゃあその霊の声が聞こえるとかも、うんうん、その脳に直接語りかけてくるみたいな、うん、場合と、うん、その耳で聞く場合と、うんうん、あると、面白いね、うん、その耳で聞く方が確信っつってますもんね。あ、まあでも、まあ、そうだよね、うん、頭で聞いてる分には自分の中でなのかなみたいな、うんうん、その脳がそういう風に言っちゃってるかもしれないし、うん、みたいな、言ってみれば物理だもんね、空気の波だもんね、うんうん、が起きてるってことは確信っていう、うん、分かる気がするな、それも、うん、そっかそっか、なんかでも今さ、うん、あの聞いてるオカメンのみんなはさ、うん、一体友の話どんな話なんだろうってもや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 しながらまたじゃあ近々ね、また近々ね、はい、ああそれはまあ近々、はい、まあ、話しましょう、話しますけど、いやでもなんかやっぱどうしてもね、自分家の近くの行ったことあるような神社で想像しちゃうんですけど、うん、これも、うん、そこはね神主さんは住んでないんですけど、うんうん、なんか怖いな、自分だったら怖いな、どう逃げる、どう逃げてこようかなみたいな、音を立てずに近づくってなかなか難しいっていうか、難しいね、うん、特になんか玉砂利みたいなのがね、あるイメージだもんね、うんうんうん、そうそうそう、うん、まあ森もなんか神社の横の森って感じなんですかね、うん、なんかもしかしたらそういうイメージだったけどね、うん、なんか鳥居から覗くみたいな感じだったらなんかちょっと気になって 見そうな気がするけど、近くに行ってまではちょっと怖いかな、うん、やっぱりそういうの見かけたら怖いっす、ね、しかもなんていうんですかね、この白い格好じゃないですか、目立つじゃないですか、またなんかそのそうだよね、暗闇に白だもんね、 うわってなるっすもんね、絶対にそういう格好じゃないといけないのかな、やっぱそのあ、なんかこれ見たことないですか、牛の国参りのその伝承っていうか調べたことないですか、あ、うん、多分ないかな、なんかめっちゃすげえっすよ、一本下駄で、はい、白装束で、はい、腰布みたいな一旦の腰布を垂らして、ほうほう、でろうそくを頭に巻いて、あの八つ墓守みたいな感じで、で家から神社までは、はい、その腰布の一旦の腰布が絶対つくじゃないですか、地面に、つくつくつく、それがつかないように移動しなきゃいけないんですよ、でそのなおかつろうそくの火は消しちゃいけないっていう超難しいですか、無理ゲーだよそんな超難しいんですよ、どういうことそれ、でも、まあ、すげえ走るけど火は消すなみたいな、ドムジーじゃんそんなこと、うん、っていうのが一応その儀式の格好、ルールしきたりというか、はい、あるみたいです、できるのかなそんなこと、いやできないでしょう、だから多分そんなもう伝承されてないと思うし、まあ、白装束だけですよね伝承されたのはそっか、うん、もう慣れてないと一本下駄なんてね、うん、歩けないよね多分ね、うん、走ることはおろか、本当ですよ、へえ、うん、思ったんですけど、はい、その白装束手に入れるのもなかなか、うん、ねえ、そうだね、もう絶対ネットじゃないですか、ネットだね、まあ今呪い代行とか、うん、その呪いセットとか売ってますし、うん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 、簡単に手に入れられる時代にはなったのかもしれないですけど、うん、なかなか
結構すると思うし、コスプレ用みたいなやつじゃなければ、うんうん、なんか呪いのためにそこまでお金を使うとか、うんうん、もうなんかすごいなって本当になんか気がいっちゃってるっていうか、あ、なんだなって思いますけどね。そうだね、まあ、覚悟というか、うん、覚悟してポチるっていう感じですよね。そうだねAmazon.jp で、うん、あ、うん、M かな、うん、L かなみたいな、そういう大きさ何かなみたいな、なんかもうそれ選んどるうちになんか違うあなたへのおすすめ見ちゃいそうでもそれで藁人形来たらすごいですよね。とかあの五寸釘とか、ね、木槌とか出てくるんじゃない、うん、ね、もうでセットになったのがこちらみたいな、そう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 最初からそれ進めろやみたいな感じになるんですけどね。あるんじゃない今なら。まああるでしょ、まあそういうサイトは何個もありますからね、うん、ということで、なんかあんま考察ができたのかっていうところでしたけど、うん、まあね、木村さんのお眼鏡にかなったいい話っていう。そうですね、はい、心をぐっと掴まれたいい話っていう。掴まれましたね、はい、またもし体験談があったら、そうですね、ぜひぜひ来てほしいです。まあ僕らあのホラーホリックスクールっていう怪談投稿サイトもやってますんで、うんうん、そっちに投稿してもらえたらね、うん、もっといろんな人の目に触れますしね、うん、そこから話を持ってくることもたくさんありますので、うん、多々あるっすね。ね、うん、なんか怪談も投稿しやすくなったみたいで。あ、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、なので今までこうログインしなきゃいけなかったけど、うん、まあしなくてもできますよみたいな、ね、そう誰でもできますし、うん、なんか LINE も初めて、公式 LINE、 はいはいはい、ちょっとそれでもう募集しちゃってもいいかなっていう。あ、なるほど、うん、もっと投稿しやすいような。そうだね、手軽にね、うん、あ、いいね、うん、作ろうかなと思ってます。まあ、詳細欄に載ってるんですよね。あ、載ってます。 URL はそれも、はい、ぜひチェックしていただいてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。